ラックハンド相手に大したもんだ。
ご利用ありがとうございました。ねえ、リコ。セサルなんだけど、人と話すのが苦手というか、まあその、例のエージェントか。ええ、リコよ。見せたいものがあるそうだな。証拠だ。ソリスで発生してる嵐は不自然だって証拠だよ。ほら、入ってきてくれ。証拠が、誰がこんなもの。ああ、ちょっと待ってくれ、ここにあったのか。よし、これでこれをつないで、いいぞ。ねえ、セサル、お願いしたことは覚えてるわよね。はいはい、分かったよ。10年前に竜巻がヌエーバボスを直撃した。それからミナ・ベンダバルも、俺の飛行機も全部竜巻にやられた。竜巻を操作してるのはエイリアンだ。ちょっとセサル、それが多分ノルディック族のエイリアンかもな。グレイじゃない、ミラー。セサル、まあ、待って、これを見ろ。説明不能だろ。いきなりこんなものが現れて、その直後に竜巻だ。見覚えは？もう一度頼む。あんたも見たんだろ。続けろ。俺が見たのはこことここだ。こっちがイアパと、こっちがゾーナトレスね。エイリアンがただの天候研究施設よ。で、どちらにも資金を提供しているのがオスカル・エスピノーサ。全ての黒幕。人間ですらないかも。仮に人間としておこうな。このコアらしきものからネットワークに侵入できるのか。そこまでいければね。無茶だ。竜巻の中だぞ。もし俺が飛び込んだら。飛び込むだって、竜巻の目に向かって。さて、どうすれば実現できる。まずはこれから始めましょう。もう一度おさらいしておきたいけど、いい？分かった。まずは竜巻の規模を大きくする。それにはエイリアンのウィンドキャノンが必要だ。ゾーナトレスで首都に向かわせる。ウィンドキャノンの設置場所はオッホデラ・プラデラのレーダー施設で決める。そしたら竜巻を追跡する。ストームチェイサーでな。
チェイサーを作るには、エイリアンの天候研究所からエイリアンの天候追跡装置を運び出して、セサール、ゾナトレスからプリサオートにだ。で、準備ができたらミナ・ベンダバルのウィンドキャノンを無効にする。すると竜巻がヌエバボスに向かう。住民は避難させておく。エスピノーサタワーの周辺一帯にウィンドキャノンを置く。そこで竜巻が大きくなるのを待つ。で、俺が飛び込んでセサルの UFO に着地し、どうにかする。どう思う？はあ、行かれてる。だからこそうまくいく。